今までのレゴスピードチャンピオンって結構、まあ、角張ってるところとかもあったんですけど、これは、なんか余計リアルに作られてますね。これはすごい。皆さんこっちです。ジェスチャーレゴブリだ。フルエラ。はい、今回紹介するレゴはこちらです。はい、こちら、レゴスピードチャンピオンフェラーリ8トリビュートです。はい、今回は久しぶりのレゴスピードチャンピオンを組み立てます。はい、箱はこのようになってます。もうめちゃめちゃかっこいいです。今回こちらのスピードチャンピオンはフェラーリ社公認のシールがあります。もうフェラーリ社のシール貼ってる時点でめちゃめちゃいいやつなので、もうすっごい期待できます。はい、箱の後ろはこのようになってます。で、こちらが実際のフェラーリ F トリビュートです。はい、では開けます。はい、箱の中にはパーツが入った袋が2つと、車のボディのベースパーツが1つ、説明書が1冊とシールのシートが1枚です。で、今回なんですけど、シールのシートめちゃめちゃ少ないです。前に作ったパナソニックのジャガーと日産 GTR ニスモと比べたらもう全然ないですね。こんだけシール少ないので、これはスピードチャンピオン初めて作る人にめちゃめちゃおすすめできます。はい、では袋からパーツを出します。はい、まずは組み立てが完了しました。これシールまだ貼ってないんですけど、この時点でめっちゃかっこいい。小さいパーツがめちゃくちゃ使われていて、よりめちゃくちゃリアルになってます。はい、では今からこちらのシールを貼ります。せーので、完成。フェラーリ F8 トリビュートです。うほー、かっこいい。今までのレゴスピードチャンピオンって結構、まあ、角張ってるところとかもあったんですけど、これはなんか余計リアルに作られてますね。これはすごい。全体はこのようになってます。
今こんな感じで持ってるんですけど、すごいずっしりしてます。はい、では近くで見ましょう。まずここが正面部分です。正面のヘッドライトに関してはシールで再現されています。このボンネットにあるフェラーリのこのマークがめちゃくちゃかっこいいです。で、僕が本当にすごいなって思ったのが、このフロントグリルだったかな、ここら辺のパーツ密度めちゃくちゃ高いところです。で、このフェラーリ F8 トリビュートなんですけど、ドアミラーが稼働します。これはもうすごい。今までのレゴスピードチャンピオンってドアミラーの造形はあったものの、まあ動かない、まあただの飾りだったんですけど、ちゃんとドアミラー動くのすごい。はい、側面はこのようになってます。そして後ろはこのようになってます。後ろのテールランプの色はクリアレッドになってます。はい、上から見るとこんな感じです。上のこのパーツはプリントパーツになっていて、ここのこの4つのパーツは全部シールで色分けされてます。ここに関しては全てブラックのクリアパーツになってます。すいません、忘れてました。ここにめちゃくちゃ小さいんですけど、フェラーリ社のマークの入ったプリントパーツがあります。前回作ったフェラーリ F40 コンペティツ用でもこのプリントパーツありましたね。タイヤがついてますので、このように転がし走行で遊ぶことができます。思えば操縦席と説明忘れてました。操縦席はどのようになってるのかというと、操縦席に関しては結構新しい作りになっていて、ちょっと分かりづらいんですけど、後ろの椅子のパーツがこのようになってたり、これなんだろう、ミッション車、いや、ミッション車にしては、いや、でもミッション車だったら、まあ、レバーあるんですけど、これはなんだろう、オートマかな。いや、でも、そんなわけないですよね。まあ、外車って基本的にミッションなんで、まあ、オートマかどうかは、これわかんないな。はい、じゃあ次はミニフィグを見ましょう。全体はこのようになってます。今回はドライバーじゃなくて、がっつりフェラーリの T シャツを着てるおじさんですね。こちらのミニフィグはリバーシブルフェイスとなってますので、はい、このように顔を変えることができます。頭部パーツはこれ以外にもこちらのヘルメットがついてます。はい、ヘルメットをつけてみるとこんな感じです。さらに付属品としてこちらスパナがついてます。ではミニフィグを乗せます。はい、ミニフィグを乗せるとこんな感じです。で、さらにこちらのフェラーリのホイールパーツを交換することができます。今回付属するホイールパーツはこちらの2種類となってます。ホイールの交換方法に関しては今までに作ったレゴスピードチャンピオンと一緒です。ではこちらに変えます。せーので、はい、ホイールパーツを交換するとこんな感じです。はい、では今からいろいろ比較しましょう。まず前回作ったフェラーリ F40 コンペティツィオーネと並べるとこんな感じです。もう幅と作り全然違いますね。 F40 の方が結構レゴらしさ残ってます。じゃあ次は日産 GTR ニスモと並べるとこんな感じです。あ、やっぱどっちもまあ良さありますもんね。次はジャガーアイペースイートロフィーと並べるとこんな感じです。高さに関してはジャガーの方がめちゃくちゃでかいです。はい、今僕が持っているレゴスピードチャンピオンを全部並べるとこんな感じです。フェラーリ自体が赤色なんでめちゃくちゃ目立ちます。はい、レゴスピードチャンピオンフェラーリ F8 トリビュートはこんな感じです。はい、ということでレゴスピードチャンピオンフェラーリ F8 トリビュートを組み立ててレビューしてみました。毎度言ってるんですけど、レゴスピードチャンピオンってめちゃくちゃクオリティが高いので、これは非常におすすめします。今回このフェラーリ F8 トリビュートなんですけど、めちゃくちゃ良かったです。まずすごいのがこのドアミラーが稼働するのと、あとはこのフェラーリ F8 が結構丸くなってて、レゴらしさがあんまなくて、さらにシールの枚数が12枚で結構作りやすかったです。僕の個人的な意見なんですけど、レゴスピードチャンピオン初めて作るのであれば絶対こちらをおすすめします。今年発売されたレゴスピードチャンピオンのランボルギーニ、あれめちゃくちゃ欲しいです。あれ今だったら定価で売ってあるので、もう絶対買おうと思います。はい、以上ひろげでした。ありがとうございました。はい、今回の動画面白ければグッドボタン、高評価をよろしくお願いします。そして僕のチャンネルに登録していただくと最新の動画がいち早く見れます。ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてコメントやリクエストや質問などお待ちしております。それでは次の動画でお会いしましょう。おーならー、イエーイ